愛情不足の男の子3つの特徴についてあなたは知りたくないですか？成績アップ、受験に合格、子育ての悩み解決、家族で笑顔に、思春期の子育てアドバイザー内山健、思春期の子育てチャンネル。どうも、思春期の子育てアドバイザーの内山健です。最近うちの子愛情不足かもしれない、最近やたら反抗するけどこれって愛情不足なの？こんな悩み持っていないでしょうか？もしですね、こういったようなお悩みを持っていたら、今日の動画ぜひ最後まで見ていただきたいです。なぜかというと、実はですね、もしお子さんが最近親にやたら反抗するとか、なんかねちょっと普段とは違う行動をしている場合、もしかしたらね、接し方、お子さんへの接し方を間違えている可能性があるんですね。でこの状態がずっと続いていくと、いずれ愛情不足になります。もしかしたら今ね、この瞬間も愛情不足になっているかもしれないんですけど、仮になっていなかったとしてもね、まあ遅かれ早かれそうなっていってしまうんですよね。なので今回はこの愛情不足の子供がね、じゃあどういう特徴が出てくるのか、そしてその後どのように対応していけば改善していくのかってところまでね、まあ合わせてお話をしていきたいと思います。きちんとね対応していただければ、仮に今愛情不足だったり愛情不足になりかけていたとしても、まあ、短期間でね改善させることができます。一方で対応方法を間違えてしまうと、本当にですね、どんどん状況悪化して、いわゆる愛情不足による二次障害ですね、こういったところもね起こってくるんですね。でそうなると本当に手が負えなくなって、後で困るっていうことにもなりかねませんので、ぜひ今日の動画最後まで見ていただければと思います。はい、改めまして、思春期の子育てアドバイザーの道山圭と申します。このチャンネルではですね、思春期の子育てに関する情報を日々配信しております。まあ、今回は愛情不足というのがテーマですけど、それ以外にも不登校やスマホゲーム依存の解決法とか、成績の上げ方とか受験対策とかをね、幅広くお話ししております。もしよかったらチャンネル登録やグッドボタン、そしてこんな動画も見たいっていうのがあればね、コメント欄に書いていただけると、今後のね作成に活かしていこうと思います。はい、じゃあまず最初にですね、愛情不足の定義からちょっとお話をしていきたいと思います。なんか愛情不足というと、まるでですね、親が子供に愛情をかけてこなかったみたいな状態っていう風に思われている方が結構多いんですね。でも実はね、これ違います。親がサボったかどうかは全く関係ありません。何かというと、親の愛情が子供に届いたかどうか、これが大事になります。例えば分かりやすい例ちょっと説明しますね。 A 君と B 君がいますと、で A 君は両方ともね疲れているとしましょう。A 君は疲れているとしましょう。でこの時に A 君は疲れていて、今肩揉んでほしいなと思ってたとします。この時に お母さんがねお父さんが、大丈夫、なんか疲れてないと、お母さんよかったら肩揉んであげようかと言って揉んであげたとします。すると A 君はどう思うか。お母さんは僕のためにわざわざね、大変な中で肩揉んでくれたんだと、ああよかったな、やっぱ俺はお母さんから愛されているなと思うわけです。これは愛情を感じているパターンですね。で一方 B 君別に大して体疲れていません。この時にお母さんがですよ、大丈夫、なんか疲れてないと言って、別に全然疲れてないよって B 君が言ったとしても、なんか疲れてそうだからね、お母さん肩揉んであげるよと言って揉んだとします。これどうなるか。B 君は肩揉んでほしいと思っていないわけです。でも親はなんか疲れてそうだから揉んであげようと思って揉んじゃったわけですよ。 A 君と B 君両方同じように親は肩を揉んでいるのに、 B 君の場合はこれ頼んでもいないのに揉まれたから、むしろ鬱陶しいになってしまうわけです。で結果的に、なんでお母さんはこんな鬱陶しいことをしてくるんだと、やっぱ俺がお母さんから愛されてないからこういうことしてくるんだなって B 君は思ってしまうんですよね。だからこの状態が続くと B 君はいずれ愛情不足になるわけです。なので何が言いたいかっていうと、親が子供のために何をしたかっていうのはあまり関係なくて、子供が何を求めていて、それをきちんとやってあげられているか、これが実は大事になってきます。子供が求めている愛情と親が出している愛情にズレが生じると、子供は愛情不足になるよってことをね、まずちょっと覚えておいてください。はい、じゃあ愛情不足になるとどんな特徴が出てくるのか、今回ちょっと男の子にね、特化してお話をしていきたいと思います。女の子も結構共通する部分はありますので、ぜひね女の子のお子さんがいらっしゃる場合も参考にしてみてください。はい、じゃあまず一つ目の特徴が、自己肯定感が低くなります。
これどういうことかというと、まあ、愛情不足はね、親から愛されていないと感じる状況だということはね、先ほどお伝えしました。じゃあなんで俺は愛されていないんだろうと子供は思うわけです。そうすると、あ、俺にはあんまり価値がないから愛されないんだなって子供は感じるわけです、うん、つまり自分に価値がない、自分に価値がないって思い込んでいくので、どん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 自己肯定感が下がっていきます。で、これはね、自己肯定感ってそんな重要なのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実はめちゃくちゃ重要なんですね。これがやっぱり高いからこそいろんなことに挑戦できたりとかしていくわけです。でも低いと何をやってもうまくいかないって思ってしまうので、そもそも挑戦ができなくなったりとかもしてしまうんですよね。これがだからまず一つ目の特徴ですと。次、二つ目、人間関係で苦労するようになってしまいます。なぜかというと、愛情不足になると子供はですね、親のことが信じられなくなります。うん、まあ、これわかりますよね。なんで自分はお父さんお母さんは俺のこと愛してくれないんだってやっぱ思うわけなので、そんな愛してくれない親のこと信じられないですよね。で、そうするとどうなるか。一番身近な親すら信じられない状態で、果たしてじゃあ他人が信じられるかっていうと、もちろん信じられないですよね。なので、どん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 人間不信になっていき、最終的に人間不信になると、やっぱり常にね、相手のことを疑っているような状態になるので、やっぱり人間関係がうまくいかなくなってしまうんですよね。友達がちょっとできにくくなったりとか、そういったところが起こってきます。次、3つ目ですね、注意を引く行動が増えてきます。これどういうことかというと、例えばいたずらとか暴言とか反抗みたいなね、こんな行動を親にするようになります。これなんでかっていうと、こんな自分、こんなね、悪いことをする自分でもお父さんお母さんを愛してくれるかなっていうのを試そうと思ってやっちゃうんですよね。だからなんか最近やたらね、なんか悪さが増えてきたなと思ったら、愛情不足、これを疑ってみてください。はい、じゃあ4つ目ですね。4つ目は、他人への依存が増えます。これどういうことかというと、親が愛してくれないわけです、って思うと、子供はですね、やっぱり人間というのはこうね、人からの愛が必要ですよね、で、親が愛してくれないってなると、やっぱ第三者から、誰かから愛もらえないかなって思ってくるわけです。その時にたまたまですよ、自分のことを好きと言ってくれる彼氏とか彼女ができたらどうなるか、もうその人にやっぱ依存しちゃいますよね、で、依存するってどうなるかっていうと、例えばじゃあ彼女がね、男の子からすると彼女ができて、その子がね、なんか、お金に困っているって言ったら、あ、じゃあ俺のお小遣いあげるよって言ってお金あげるようになったりとか、なんか彼女がね、ちょっとこういうことやってって言ったら、別にじゃあ万引きしてきてって言ったら、その彼女のためだったらと思って万引きしてしまうとかね、こんなことが起こってきます。で、最後5つ目、無気力になってきますね。これどういうことかっていうと、親が愛してくれないって思うと、子供はですね、なんか自分が困ってもきっとお父さんお母さんは助けてくれないなというふうに思うわけです。で、するとどうなるか。結局失敗が怖くて行動できなくなってしまいます。なぜかというと、失敗した時に誰かが守ってくれるからこそ人間は行動できるんですよね。でも誰も守ってくれないと思ったら、やっぱ怖くて行動できないですよね。で、これ何か新しい挑戦とかは分かりやすいんですけど、この同じメカニズムでどん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 ね、この愛情不足の顔は無気力になっていくんですね。なので最終的には、例えばベッドでずっと寝た状態で朝学校に行けなくなるとか、ベッドから起きられなくなるとかってことにもつながってきます。なので早急にですね、やっぱこの状況は解決していかないと、結構ね、お子さんには悪影響が出てきますね。はい、じゃあどうすれば愛情不足を解消することができるのか、ここをちょっと今からね、深掘りしてお話ししていきます。で、まず一番大事なことは何かっていうと、子供と接する時間、これを作るとか増やすとかしてください。どういうことかっていうと、これ慣れてこれば短時間でも子供に的確な愛情を注げるようになってきます。ただ最初の段階では、どういう行動が子供にとって愛情として捉えてもらえるかってなかなか分かんないんですよ。だからいろいろ試していかないといけないんですね。なんか子供の好きな料理作ってみるとか、なんか話を聞いてみるとか、いろいろこうやっていかないといけないわけです。で、その時にやっぱり時間が少なすぎると、そもそもそういう機会もなかなか作れないですし、あとやっぱね、根本的にも愛情を伝えられる時間っていうのは減ってしまいますよね。だから、まあ仕事、趣味、家事などを多少調整してでも、一旦子供と接する時間を増やして、愛情不足をね、ぐーんと解消しちゃった方がいいと思います。で、解消されてからは、仮にね、子供との時間が減ったとしても、まあ、的確なね、愛情を注いでいけば維持できるようになるのでね、最初の段階ではぜひ接する時間を増やしてみてください。はい、
で次2つ目が子供がしたい時間を一緒に過ごすようにしてください、うん。まあ、先ほどね A 君と B 君の例話しましたよね、まあ、A 君は疲れているから肩を揉んでほしいから揉んであげたと、 B 君は疲れていないけど揉んでしまったと、うん、この2つがあったと思うんですけど、まあ、A 君の場合はこれどんどん愛情不足解消していくわけです。これなんでかというと A 君が望んでいることをやってあげるとこれ実は愛情に感じるんですよね。でこれと同じで子供というのは自分が求めていることを親がやってくれるとそれ愛情に感じるんですよ。だから買い物に行きたいと言ったら一緒に行ってあげるとか、話を聞いてほしいと言ったら、ね、一緒に聞いてあげるとか、こんなようなことをどんどんしてあげると愛情に感じて、うん、結果的にですね愛情不足も解消していきます。で最後3つ目、安心して過ごせる家庭を作ってください。と、うん、いうのも、家庭がね、不安定な状態だと、子供はですね、愛情がね、溜まりにくくなっていくんですよね。だから、例えば、過干渉人でね、お父さんかお母さんどちらかが接しているとかになると、子供は家にいると何か言われると思うので、安心して過ごせなくなっちゃうんですよね。うん、そういうのをやめていくとかして、安心できる家庭を作るだけでも、実は愛情ってね、溜まりやすくなるので、これもやってみてください。はい、あと他にもですね、結構この愛情不足を解消する、ね、やり方ってテクニックとかね、いろいろあります。このあたりについては、僕が無料で配信している思春期の子育て講座ですね、この動画の右上もしくは概要欄からチェックすることができます。この中で詳しくお話ししておりますので、よかったらこちらも参考にしてみてください。